はいどうも、イースフェアルガナの地下の実況プレイ。なんかね、えらい久しぶりでね、2、3週間ぶりぐらいじゃない多分収録がね。あ、なんか遅かったな。あれ同期じゃない？へへ、怪我の方は心配いらねえよ。こんな時にのんびり寝てられねえしな。さっき町で聞いたが、エレナが連れ去られたそうだな。アドルはドギにこれまでの経緯を説明した。なるほどな。それでお前はたった一人で島に乗り込むつもりだったわけだ。たく、水臭い野郎だぜ。お前の相棒を誰だと思ってやがる。第一、今日のシエナ湾の波は荒い。慣れてるやつじゃねえと、とても島までたどり着けねえだろう。そんなわけでアドル、俺もジェノス島に行くからな。大丈夫か？体に穴が開いてるんだぞ、お前。おっと、そうだ。島に行く前に装備の確認をしとけよ。え？戻れないとか、もしかして。この先普通の武器じゃ、とても歯が立たねえだろうからな。戻れるよね。ちょっと待って。まずこれが気になる。あれ、これ開けらんない？そっか、剣を触れないですね。まあいいか。じゃあ行きますか。ジェノス島に向かうのか。行きますよ。これ戻れないのかな。よし、ロストとエレナを助けに行くか。まあ道具は当てにならないだろうからさすがにね、病み上がりの人間をね、まあ、酷使するわけにいかんしね。これ戻れないとなるときついな。いや、でもそんなわけないよな。戻れるはず。多分戻れるはず。だって鍛冶屋にまだ用事があるもんね。しばらく戻れないってことなのかもしれないな。まあとりあえずセーブポイント探してみようか。いやー、なんか寒々しいところだね。ここが昔チェスターとエレナが暮らしてたジェノス島か。不気味なくらい静かだ。嫌な気配がプンプンするぜ。とにかく奥に進んで。おっ、やっぱり無理だよ。すまねえアドル、こんなところでへばっちまうなんてな。俺のことは構わねえから、エレナを助けに。任せてくれ。気を失ってしまった。頑張りすぎや、お前は頑張りすぎ。あ、セーブポイントあったね。なるほど。まあ帰れるよね。うん、帰れると思うよ多分。そうだよな。じゃあここでまずセーブ取っておきましょう。ここがいいかな。さあ、今回はボス、最初のボスぐらいは倒してみたいんだが、まあ多分、まあ速やかに、やらせてはくれないでしょう。なかなか大変だと思うよ。問題はでもね、チェスター並みに強いかどうかだね。やはり、来てしまいましたか。いきなりボスですか。あ、ボス、あ、シスターじゃないか。城で、あれほどの力の差を見せつけられておきながら、それでもあなたはエレナを救おうというのですね。行きますとも。ですが、これより先に通すわけにはいきません。何？え？戦うのか、もしかして。我が命に変えても。ヘリウム声になった。正体だったってこと？あ、こっちが正体だったってことかな。ヘリウムの方が、ちょ、待って、いきなりか。どんな感じなんだろう、これ。あ、ちょっと避けづらくな、これ。あ、避けづらくなりましたね、これで。パターンでも基本的には変わらない。でも、HP6000 もありますけど。いや、なんだこれ。ちょ。そりゃねえだろこれ。ちょっと
そう、なんだこのレーザー、これ攻撃激しすぎなんですけど。いやー、ちょっとどうするこれ。動きながら避けないといけないな、これ。勝った勝った。アドルさん、強くなられましたね。なんか超違和感あるんだけど、今までヘリウム吸ってたなんて。そうでしょう。そうでしょう。あのマスクにヘリウム効果があったんだな、きっとな。かつて私はあの方に命と魂を救われ、あの方の言葉と眼差しだけが私の
生きる拠り所でした。愛人だったってことかな。だからかつてあの方がイルバーンズ遺跡に行ってから様子がおかしくなってしまっても、私はあの方を信じ続けたのです。そして私はあの方と同じ体を手に入れ、12年前のあの日、この島の人々を手にかけました。結構あれか、年取ってたんだね、意外とね。そうなんだ、エレナちゃんと同じくらいかと思ってた。これでやっと私の罪も裁かれます。ありがとう、ハドル様。どうかあの子エレナを救ってください。いやー、まさかまさかこういう展開になると思ってなかった、マジで。いや、僕の予定だとこのダンジョンの途中あたりでこう中ボス的な位置で出るのかなとかね。いや、まさかだってシスターだと思ってなかったし、でしかも予想よりかなり弱かったそうだよね、だってこれ多分30分ぐらいしかプレイしてないよ。チェスターが強すぎたんだなあれな、本当に。じゃあやりますか。チェスター強すぎたよな、感想はそれですねじゃあダンジョン続きやりましょう。次のボスが多分強いんじゃないかな。いや、チェスター並み強かったら首飾り使えますわ。もう初めから謝っておきますいや、謝る必要ないよね。いや、謝った方がいいかな。まあとりあえず、あ、これ結構強いんだよな。まあなんか進むこと優先しようかな。多分道中長いであろうから、なんだっけ、多分アイテムなんかもあるんだよね。でも防具はないのか。そうか、でもラバルコがもし あの左のあれ敵か。うわ、すごいビーム、すごい。ちょっと待って、すごくないこれ。すごい敵がいるんですけど、ちょっと待って、どこに行けばいいんだこれ。ちょっと貯めておこう。ちょっと待てよ、敵多すぎない？てかどこに行けばいいの。ここ怪しいよな。これどうするんだろうな。どうすればいい。これで倒してみるか。ちょっとゆっくり行こう。回復しながらゆっくり行きます。よし、じゃあ少しずつ釣り出してこの青い鳥をね、数を減らしていきましょう。回転切りであれば割と有利に戦える。あ、経験値高いのかな。レベルが全然足りてないねこれはね。少しずつ倒していくよ。うん、な、被ダメージかなり抑えたね。レベルが全然足りてなかったねこれね。ちょっと回復取るか。よし、だいぶ減らしたけど、あ、くそ。
これでかなり減らしたね。もう全部倒したかな。もうちょっといるか。それも、そこにいる青いやつ。あ、ちょ、難しいか。危ないときは退いて回復だな。よし、遠距離からやってみようか。いや、きついか。一気で畳みかけるべきか。よし、倒したぞ。ふぅ。あと一匹青いのがいるな。で、なんか左の方にジャンプしたりすんのかな。そこに何かあるよね。これ敵かな。いや、違うな。これ何ですかね。なんか罠かな。ちょっと回復取るね、とりあえずね。なんか二段ジャンプで上の方に登るのかな。あ、そういうことか。わざわざ全滅させる必要もなかったか。ってことは。この上かな。うん。わ、ちょっとこれ強い。こっち登ってしまおう。あ、ちょっと。危ないぞ、危ないぞ。さらにもう一体。いや、待って、無視するか。いや、待って、倒さないといけないか。よし、いけた。これ、回復取れるかな。よしよし。うん、多分、左の方にジャンプするんだな。よし、ちょっと待て。宝箱ある。宝箱どうする？とりあえず取る？とりあえず無視か。進んでしまおう。あとでレベル上げた時に戻ってくる。レベルさえ上げてしまえば、あのレーザーもダメージが1になってしまえばどこまでレベル上げる気なのかって思ってるかもしれないけど、カンストまで上げますよ。落ちたところ何かありそうですね。これまでの感じだとね、この右の穴とかね。これすごいな。これさあ、どうにしてみる？ちょっと待って。とりあえずこれ倒して。くそ強い。ここ回復取れそうだな。よし、じゃあ行ってみるか。とりあえず、まずこいつ倒さないといけないか。さあどうする？それまず倒すか。よし、慎重に行きます。さあどうにすればいいんだこれ。そこ落ちてみるか。うん、なんか全然違うところに来た。回復取れそう。まだまだいけそうなとこたくさんありそうですね。あ、宝箱ですね。あ、敵か。あ、敵すごい。あ、なんだこれ。あ、ラバールアーマー。ちょっと待って、作ってもらうんじゃないのこれ。え、そういう体でいたんですけど。お、なんだこれ。ちょっと待って、エクイプメント。プラス6。上がるのはいいけどね。神秘の力を宿す最強の鎧。試練を乗り越えた者が身に。身に。なんて読むんだこれ。まあいいや。ちょっと字が潰れちゃって読めないわ。あれ消えないね。なんだあの時。下に降りるべきかな。復活したぞ、上のやつ。まあいいか。まあとりあえず、こっちに行ってみるか。これさ、いつぞやの敵じゃないの？これすげえ強かったやつ。どっかの穴蔵の中にいた。あ、宝箱。グレンの土。ちょっと待って、これ作ってもらおうってやつか。うん、まあいいや。
重要な、あーちょっと待ってちょっと待って、やばいぞやばいぞ、こう回復取れそうだね。はい、じゃあ進んでみるか。あ、またこれか。そのなんか回ってる、なんか弾が回ってるやつ倒せないんだね、完全には。花がいる、わすごい、これまでの花と比べてかなりすごい。まあ、とりあえずは無視するのは基地だな。なんか取り逃しがあるかもしれないっていうか、まあ多分あるんだろうな、何か。まあとにかく何か不自由してるわけじゃないんだけど、いや不自由してるのはレベルだけどレベル不自由してるよね。どっかでなんか倒しやすい敵を見つけて、あ、ちょっと登ってきた。あーとか、そういう敵だったな。ちょっと待って、この花とか倒しやすいのかもしれないな。わ、すっごいな、これ103ポイントってダメージ受けすぎでしょ。さあどうするこれ、ここ危ない。落ち着けるところではないな。こう飛べる、あ、ちょっとやばい、くそ。無視無視。そこのなんか左のとこの乗るのかな。なるほど、こうか、よし。そしてあの上の方に登るのかな、こうか。ダメージでかい。あ、宝箱ある。あの宝箱どうやってるんだ。ふう、ちょっと一息つくぞ。さあ進もう。なんかさっき取り忘れたっていうか取れなかった宝箱、なんか敵がすごく強いから、まあともかくレベル上げてからまあ行きましょう。よし進むぞ。ここどうなってる。あ、なんか宝箱ある。宝箱釣られてみる。720個いいですね。なんか盾を作るために貯めておくべきかな、多分盾を作るんだよね、あの土でね。ちょっと待って、これってこれだけ、あ、上に登れるか、これ倒さないといけない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よし、そう、なんてダンジョンだ。上か、くそー、どうするこれ。コーナー960個だけど、さっきのやつもう一回取り直さないといけない。あ、亀がある。回復か、ありがたい。ここ下落ちるとこだな。落ちた落ちた。あ、ちょっとちょっと、なんか左上の方にセーブポイントあった、ね、光ってたけど、これ倒せないよね、どう考えてもね無理ですこれ無理すぎ、これどうすればいいんだ。よーし、じゃあ今度こそ、あ、とりあえずここだな。もう無理やり行っちゃった方がいいなこれな。そしてこのボルト、そしてこの子だな。宝箱後で取る。で、それ回復取る。そこ下に落ちる。ちょっと待って。ちょっと待って。無理。恐ろしい。ここで回復取れそう。入り直して先に進むと。うわ、すごい。うわわわわ。うわダメージ受けすぎじゃない、じゃないですかね、これ。音楽変わった。いや、ないぞ。いや、変わったね。すごそう、すごそう。さあ、セーブポイントあるか。すごいですね、これ。これ、チャリンコでこう、かっ飛ばしたら気持ちいいだろうな。
途中でこけて死にそうだけどね。すごいな、これ死ぬ死ぬ。多分この辺で死にそう。このセーブポイントにぶつかって死にそう。じゃあこれセーブ取っておくと。じゃあまあここを拠点にすると。なるほど。では、とりあえず、戻ってみるか。なんか土手に入ったもんね。だけどラバール効果全然ないんだよね。だからそれ集めたらしたいですね。じゃあなんかイベント起きるでしょう。これでなんとかの土っていうアイテムが、これか。グレーンの土、神殿の仮想で見つけたハンマー。土の先には赤いガラスのような鉱物でできている。おい、あんた、その土はこれかね。感じるさ、この土に秘められた力を。そうなんだ。こいつは一体どこで。どこでもいいだろう。ジェノス島だと。なるほど、ガテンが言ったぜ。そうなの。土なら純度を限界まで高めたラバールを鍛えることもできるだろう。あんたに最強の武具を作ってやることも可能かもしれない。これ盾を作ってもらうってことなんですかね。ただそれには大量のラバール鋼が必要だ。おそらくラバール鋼が1000個は必要になるだろう。あ、そのぐらいだったら十分。やはりそれだけの量となると持っていないようだな。まあラバール鋼さえあればいつでも作ってやれるからな。その時は声をかけてくれ。よし、じゃあ集めてきますか。この下に宝箱があるぞ。それを取りたいな。まずこれ取ってから。よし、750個。ちょ、この下、これこれ。あ、エメラルドか。なるほど、なんか久しぶり見た気がするな。銀の鈴じゃんこれ。ちょ倒されちゃった。銀の鈴何使うんこれ。これワンにあったやつだね。ちょっともう一回取り行こう。ちょ画面ブレてる、画面ブレてる。ちょ待って。ちょ一旦集落後に戻ろう。ボロボロすぎ。なんだこれ。銀の鈴何使うんこれ。ない。装備品か。あ、装備品だ。古めかしい銀でできた鈴、その涼やかな音は不死なる者の呪いを解き放ち、目増えて導く。なるほど、復活する敵にとどめさせるってことですかね。なるほどな。宝箱。ここは来たことないぞ。いや、やった。これで1000個超えたね。さーて、まあ、結局多分宝箱全部開けたんじゃないかな。あ、だけど、まあ、宝石がなんか黄色のやつがあと1個残ってるのかな、どっかにね。まあ現時点で取れるかとかわからないけど、アイテムもだいぶ取ったし、鉱石も多分取れそうなやつは全部取ったんじゃないかなと思いますけど、今3400個ありますからね。まあ、これでだから武具を作る、やってみるか。よし、腕
腕が鳴るぜ。早速最強の武具を作ってやる。お願いします。あ、ピロンっていった。待たせたな。顔近い、顔近いね。こいつだ。ラバールシード、直球な名前。でもかっこいいね。どうだアドル、手前味噌だがなかなかの出来だろう。さすがに手こずっちまったかな。俺が手掛けたものの中じゃ最高のものだと思うぜ。大事に使ってやってくれ。キャハットだ。いい感じじゃないの。うん。でこれ鍛えるのはどのくらいかかるんだろうね。どれを鍛えるんだ。これを、あ、700か、いけるね。うん、もう剣はこれ以上 できないもんね。こいつでよし来た。こんな感じでとやっておくといい感じだ。よし、あと1回鎧鍛えられそうですね。これ鍛えておくかな、動画外でね。また来な。これで最強なんじゃないかなと思いますけどね。でレベルは47ですね。これどうなんだろうね、高いのか低いのか分かりませんけどね。はい、じゃあまあこんな感じです。次回は多分あの先にボスがいるだろうから、そいつを倒します。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。いけたいけた。これで全部揃ったかな。やったねー。